はい、皆さんこんにちは。国分安孝の談話室、今日第6回目ですが、今日のテーマはですね、人の心っていう題で語ってみようと思うんですよ。それはですね、私は、78なんで、78年生きてきたらですね、人のことは大体分かりそうなものだと思う人いるかもしれないけど、そんなことは全くないっていうのが僕の結論なんですよ。それで私は心理学で飯食ってきましたけど、で心理学かじった人の中に、忘年会の席なんかでですね、俺は心理学やってるからお前の気持ち分かるぞって言って言うのがいるんですよ。で言われた人はそれを真に受けてですね、もう心理学の人と酒飲んでもちっと面白くないとこう言うんですが、酒飲みながら語ったからといって一発でその人はどういう心の持ち主かということは僕は分からないと思いますね。だから精神分析だって1回50分の面接をですね、もう50回も60回も100回も、記録によって300回したっていうのもあるわけですから、あと永遠にですね、分からないところはどうしても残るわけですね。ですから僕たちこういう日常生活でちょこちょこと会った人に何気なく言った言葉が相手をひどく心傷つけるっていうことはやむを得ないと、人の心は見えないわけですからですね。それでね、僕の友達で校長してるのがいてですね、もうこの人の例なんか分かりやすいと思うんだけど、修学旅行行かなかった生徒を呼び出してですね、説教したんですよ。君は修学旅行行きたくなかったらしいけど、したくなくたってせねばならないことが人生ではあるよと。君大人になってですね、忘年会嫌いだからと言って行かなかったらば、職場の人間関係できないよというような説教をしたらしい。そしたらその高校生がですね、実は私も修学旅行行きたかったけど、お金がないから行けなかったのですと答えた。それで僕の友達はもう謝ったそうですよ。それで僕に言うのにですね、要するに僕は今までの人生で金の苦労したことないもんだから、お金がないために修学旅行に行けない人がいるっていうことは全く僕の頭にはなかったと、本当に俺悪いことしたってこう言うんですよ。で僕たちは大体においてこの校長と同じような状態だと思うんですよ。長年連れ添ってる配偶者の気持ち分かるか、死んでから分かる人の方が多いと思いますね。で子供の気持ちだって大人になってからですね、子供の頃俺に殴られたけどあの時どうやったって聞いて、子供が教えてくれてそうだったのかって遅まきながら分かるようなことでですね、しかし少しでもですね、人の心を傷つけないような生き方をしたいと、悶着を起こしたくない。でどうしたらですね、少しでも人の心が分かるようになるものか。一つ、私が今までいろんな人と接触して自分がやってみて二つぐらい提言できそうなんですけど、一つはですね、人の体験することぐらいは自分も体験しといた方が察しのいい人間になれる。だから理想を言えばですね、金の苦労、愛情の苦労、勉強の苦労、就職の苦労、嫁姑の苦労、上司に仕える苦労、友人に出し抜かれた時の嫌さ、こういうの全部体験している人がですね、僕がこうだったから多分この人もこうじゃかろうかって察しが良くなりますよね。それで一人で全部彼の苦労から愛情の苦労から全部ワンセットなかなかできませんので、足りないところはですね、そういう体験者と普段接触しながら耳学問をすれば少しはですね、感度のいい人の心に感じられる人間になるだろうと、つまり感受性が少しは高まるだろうと。だから僕は学生にはですね、泥棒と人殺しがいいは何でもするつもりで生きろと言ってるんですが、それは多様な経験した人ほど人の気持ちが分かりやすくなるよという意味なんですが、でもう一つね、人の心が分かるようになるためには、ねばならないで
自分感じがらめにしないことですね。遅刻すべきでないっていう考えに取られてしまったらば、遅刻するなっていうことは言えますけど、どうして遅刻したのというふうに、遅刻せずおれなかったのは何か理由があるかもしれないというふうな配慮はなかなかできない。私は昔ですね、少年刑務所のカウンセラーした時に受刑者から教わったんですが、その受刑者が言うのにですね、もう刑務所に来ることのこれは非常に単純なことでした。自分が親しみに学校に行った時にですね、教員が僕の顔を見るや否やですね、お前今頃何しに帰ってきたんだと言った。それで僕は頭に来てですね、本格的にグレ出したんですよと。で、僕の推論だけど、学校には毎日来るべきである、そういうねばならないに縛られている人はですね、久しぶりに来たやつを見ると不愉快になるから、先ほどのようなセリフになるわけですね。毎日学校に来たら一番いいけど、いろんな事情があって来れない人もいるだろうなという考えの人は、いや久しぶりだねとか、そこ君の席だぞとか、あとでちょっと話するからねとか、違うセリフが出てくるはずなんですよ、僕の推論では。ですから人の心が分かるためにはですね、あんまり四角四面とか筋論者とか、自分の考えに間違いがないとか、そういうの英語でセルフライチャスネスって言うそうですけど、そういうのでなくてですね、何々であるに越したことはないというふうにねばならないか、少しでも解放された心理状態の方が人の心は分かりやすいですね。それはね、ある女子中学生が親父と喧嘩した。どうして喧嘩したの？家に帰ったらば父さんがですね、女の子のくせにお前愛想がないじゃないかって怒ったと。で、実は私は体育に入ってるので、運動場5回か6回か走らされたんだそうだ。で、クタクタになって家帰ってきたんだそうですよ。で、クタクタになってる私ですから愛想なんかなかったと。だから父がですね、お前愛想がないけどどうかしたのかと一言言ってくれたら、私は運動場をもう7回も終わったから今日ヘタヘタだと。と言えたのにもかかわらず、いきなりですね、お前女くせに愛想がないって言われて私は頭に来たと。つまりこの父さんはですね、女性は絶えずニコニコせねばならないという特定の考え方に固執しとったということになるわけですね。しかし僕たちはこの父さんと同じようにですね、何々であらねばならないというもう多くの人が縛られておりますのでですね、そこから時々は解放する自由性を持たねばならないと。こういう人が俗に言う自由人ですね、俗に言う自由人こそ人の心が少しでも分かる人なんだと。ちょっと話長くなりましたけど、いやそれだってですね、そんなにしたってやっぱり人の心を気づけることあるじゃないかという問いが当然起こると思う。それはありますと。僕たちは全知全能の神ではないんだから、いくら努力しても人の心が見えないところがあって、どうしても心ならずも人を悲しませたり怒らせたりすることがある。ちょうどそれは僕たちは虫を踏み殺す気持ちはなくても、目に入らない虫を足で踏み殺しているのと同じで、心ならずも人を傷つけることがある。これはもう人間としてやむを得ないから勘弁してくれと、勘弁してくれと祈りつつ生きていくしか手がないと。それで私が人を許すように人も私を許してくれた、それに越したことはない、この程度の気持ちで、まあ、生きていったらどうかという締めくくりの提言になりますね。どうもありがとうございました。